アウトやとは、協定のコース取りにおいて、ほとんどの割合で6コースに侵入する選手を指す。反義語は、インや。類義語は、センターや。本来協定においては、協定上のコース形状等によって、多少差はあるものの、概ねイン側から1から4コースまでの選手が勝つ、可能性が非常に高く、最もアウト側となる6コースの選手の勝率は、 平均で4から5%程度、協定上別で最も高いと打協定上でも8.5%と、アウト側が非常に不利である。そのため、通常の選手はピットアウト直後のコース争いで、インコース、もしくはいわゆる角を取ることを目指すのが普通だが、協定選手の一部には、あえて5コース、または6コースを積極的に選ぶスタイルを貫いている選手もおり、 そのような選手をアウトヤと呼ぶ。アウトヤはその既得なスタイルから熱狂的なファンも多い。泡勝ちなりなどはその典型で、地元の平和島協定上ではオリジナルのサンドウィッチや丼が発売されたり、B1 級で笹川賞への出走資格がないにもかかわらず、ファンから泡も投票の対象にするべきとの声が上がったほどである。 そして2011年7月には、平和島協定場で、アウト屋を一堂に集めた企画レース、真夏のダッシュ島、グランプリアウト屋からの挑戦場が開催され、アワが優勝。参加した他のアウト屋も多くが石棺で勝利を挙げ、4日間のロッ6コースからの勝利は14にも及び大きく、話題を呼んだ。アウト屋になるきっかけは主に以下のようなものがある。また、 協定のコース取りには、先輩、後輩の上下関係や、人脈や、過去の貸し借り関係など、様々な要素が絡み、インを取ろうとすると面倒な駆け引きが必要となる、場合が少なくないが、アウトスタートを専門とすることでコース取りの駆け引きに、惑わされずスタートタイミングのみに集中できることをメリットに挙げる選手もいる。ただしアウトやの場合、プロペラの調整が、 通常の選手と大きく異なる形になることが多いが、2012年のオーナープロペラ製導入以降は、そのような調整を行うことが難しくなっているという。そのため勝率面で不利になるケースが多くなっており、アウトや卒業を宣言する選手も現れるようになっている。ありがとうございます。